名前は今田茂です。バカボンのパパと同じ40歳。好きなこと、亡くなりかけた石鹸と新しい石鹸を合体させて使うこと。嫌いなこと、100円ショップで靴の中敷きがしぼんで叩き込む。そして俺の相棒斉藤義樹、警察学校卒業後少年野球の監督の助手を優秀な成績で収め今日に至る。好きなこと、通信販売で買った1万円のギターのチューニングだけをすること。嫌いなこと、キャバクラのお姉ちゃんに30代後半に見られること。ちなみに彼の本当の年齢は27である。そしてまあこの可愛らしいお姉様は鈴野彩香さん、年齢は20歳になったばかり。好きなこと、嫌いなこと、3サイズ全て謎で、この作品は全て実話に基づかないというわけで本編に移る。はい、飛んでいいから。あ、そう、いいんですか。上だから。あ、いいんですか。あ、すいません。うん、ありがとうございます。ここですか。うん、あ、鍵閉めないの。うん、もう警察の家に泥棒入るやついないよ。あ、ここが先輩の部屋ですか。あ、まあ、そうだよ。いいですね。大したことないけどさ。いや。まあまあ、はい、飲もう。今日はね、飲んじゃおうかね。今日は飲みましょう。はい。ありがとうございます。ちょっと紙コップだけどね。ありがとうございます。すみません。日本酒はまあなんか、なんて感じの。これ、まあ何でもいいや。すみません。飲みなさい。すみません。ありがとうございます。おお。ありがとうございます。おお。ええまあロブチョク。いやとりあえずね乾杯。はい。乾杯です。乾杯。ありがとうございました。はい、どうもね。大体のね、刑事っていうのはね、もう。あれだよ、もう紙一重だ、紙一重。紙一重です。わかる？何と紙一重なんですか？ヤクザみたいなもんだよ。ヤクザ。どういうことですか？足崩しなさい。すいません、ありがとうございます。足崩したよ、まあ、ありがとうございます。つまみもちゃんとあるから。これこれいいよ、これ。はい、僕これホテルで食べたらいくらするかわかんないよ、これ。飽きなさい。はい、お願いします。大体刑事っていうのはね、俺もね、大学ね、卒業したのよ。大学卒業してね、警察になるか、ヤクザになるか迷ったんだけどね。はい、警察の専門学校、警察学校あるんだけど、ヤクザの専門学校ってないじゃない。まあそうよ。だからね、まあ警察になっちゃったんだけどね。あ、そうなんですか。どっちでもいいんだよ、そんなの。飲めよ。はい、はい、乾杯。あ、乾杯です。お疲れ様です。そういえば、今田先輩、大卒でキャリアですよね。なんで今僕と現場でやってるんですか。いや、まあね、四大だよ。大したもんだよ。そうなんですか。バグダ大学の隣の大学隣に行ってる。四大だから。四大で、まあね、一昔前にね、はい、とある事件があったんだけどね、はい、間違えたって撃っちゃってさ。撃っちゃった。撃っちゃったよ。誰撃っちゃったの。38口径で。38口径人質がさ、はい、犯人が人質をね取ってて、はい、撃っちゃったらさ、上司に当たっちゃった。参っちゃったな。始末書参っちゃった。始末書ですんだ。ほんとね、ほんと上司狙ったんだけど。狙ったんですか。当たっちゃってさ、参っちゃったな。ほんと気持ちよかったっていうかね。もうそれはもう現場ですね。まあね、しょうがないですね。しょうがないよ。しょうがないです。飲もう。飲まないますか。飲もう。これも人生ってやつよね。そうですね。ところでさ、はい、君はなんで刑事になろうと思ったわけ。あ、僕はですね、この昔からですね、世の中にはびこる悪をですね、退治するというこの正義感を生かしたいと思いました。偉い。ありがとうございます。それはね、はい、まず最初に俺を捕まえないとダメなんだよ。そうなんですか。そうだよ、またこう悪の本当の、ね、象徴だよ。象徴。いやちょっとシャワー浴びてくる。あ、はい、行ってらっしゃいませ。はい、いや、まあ、いや、まあ、あ、とりあえずゆっくりしてなさい。はい、ね、はい、ありがとうございます。ああ、そういえばさ、はい、これ渡しちゃおうから。はい、よろしく。あ、はい、わ、ね、かりました。入ってくる。はい、あれ、今田旅館5万。5万。先輩、これ何ですか。いや、まあ、いいんだよ。まあ、シャワー浴びんなのね。いやいや、もう撃っちゃうぞ。いやいやいや、これちょっと、ん？ちょっと、先輩起きてください。先輩起きてください。うん、ちょっと、うん、張り込みの時間ですよ。急がないと。はい、もう
もう張り込みの時間です。もう何時？もう7時です。ああ、まいよ。行こうよ。行こうよ。なんだろう。もう、はい、行こうよ。行きますか。はい、行こうよ。行きます。はい。遅いな、これな。あ、なんだ。はい、もしもし。あ、何？人質？うん、わかったわかった。え、どこ？大久保2丁目。うん、わかった。あ、ちょっと、おい、ちょっとなんかメモでも入るよ。はい、はい、はい。うん、それで、うん、犯人は、お姉ちゃんを立て込んでる？すぐ行くから。うん。席と、席とすみ、あ、ないです。あ、席とあります。あ、どう？いや、席と。これじゃないんだろ。あ、ちょっと、なんいいや、お前、信号目しない。行きましょう。うん。あっち系の人間だろ。あっち系です。よし、行くぞ。はい、ここはね、正念場だけどな、任せろ。はい、お願いします。行くぞ、行け。先輩、どうしますか。当たり前じゃねえ、踏み込むんじゃねえ。昨日の話みたいに僕、打たないでくださいね。え、打っちゃうかもしれないよ。ヤクザの役から警察の役、お医者さんの役から学校の先生の役、まあいろいろできますけどね。さあ、今度も出れちゃうかもしれない。次回は絶対見ない。反対だ。はい、歩いて。うわー、ねえ、お前やらしいな。いいんだよ。よろしく。